9人集まったね。スタート。今日は何になるかな。ふぅ。1、0。お、ギリギリだったな。こんにちは、チョメでーす。今日は村人ですね。なんか村人とか多いな。なんか女の子キャラにして人狼になる率が減っちゃった。なんか男の子キャラの時は人狼多かったんだけどね。今回もね、まただけど9人部屋。9人部屋ね、結構ね、いいんだよ、私個人的には。でも最近潜伏キャラでは 11A やってるよ。寝る前とか。うん。本当に。うん。なんか予言潜伏とかしてる。11A。なんか、そう、主流みたいだよ。まず最初、NPC さんが噛まれます。まあ、11A も、いつかまた投稿しようね。でもちょっと長くなっちゃうからね。また考えとこう。あと、特殊部屋とかもいろいろ考えとこうかな。うん。まず最初は、占いと、占いが出てくるだろうね。おはようっていうところね。あ、占いロケット。もう、両方占いロケットだった。よーし。早いね。うん、早い早い。早いーっていうところね。結果280かな ?280 か。早いね、早いね。おー、おいらが占いした。おー、早い早い。に、白?あ、私、白か。もう、た、8、白。オッケー。マジか。ハークハーク。まあ、これ3が本物とは、あのね、言い過ぎきれんな。てか、ここ白 T 率激しいな。2、4、7人白 T いる。まあ、5は黒 T。ね、出るの同時だったよね。出る速さ気にしてない。まあな、同じくらいだったからあんまり気にしなくていいと思うね。多分、吸引部屋だから、本物と狂人かな?どっちかが本物で、どっちかが狂人。うん。でも、話すことない。みんな話していいぞ。私がみんなの喋ったことを実況するから。一斉でいいのか?おう、一斉でいいんじゃないの?なんか一斉が主流だよ。50希望です。まあな。次は黒期待。うん、確かに。5番さん。まあな。7、6番こんな感じか。1、5、9、誰を釣ろっかな。8、4。4結構喋ってるな。うん。4、5、3、黒。雑な食いか。結構静かな村だな。50オッケーというとこね。あ、なるほどね。黒 T だからかね。寡黙ですね。ね。うん、そうだよね。うん、まあ、喋ることねえしな。まあな、ないよな、初日。まあ、村だったら喋らなくていいけど、狩りは喋ってほしいぞ。マジ。5、4号ラインはなしか。いや、わかんないよ、それ。ないね。怪しく見えるわ、逆に。まだわかんないよ、ほんと。逆にライン切ってる狼同士っていうのもあるけどな。そうだよ、そう。そう、ありえるよ。そうそう、狼同士でね、やってる可能性も、あると思うんだけどね。うん。黒 T ってだけで雑殴りしただけだよ。なるほどな。まあ、やめとこう。雑な具にもいいんじゃね。うん、いいと思う。何も話すことがないよりはいいと思うよ。まあね。まあね。ないよね、ほんと。話題が出る方が議論できるしな。殴りにくるくのは一応白目。そうなの?今日はグレラン一斉50じゃない?との反応も黒には見えないね。ですね。自由派がいるなら自由でいいと思うけど。自由派選択したいの狼ぐらいだろう。人狼陣営ぐらいじゃね、うん。まあ私も自由好きだけどね、結構。でもみんな一斉になってる。リアと狼が2票合わせてくるのが怖い。まあそれはそれで、
あれだけどね、わかりやすいけどね。7は違う。7は違う。間違えた。どういうことだろう。ちょっと静かだ。これ実況になってるのか。一もか。ちょっと実況がしづらいぞ、これは。9は。困った。まあ、2日目からにぎやかになるでしょう。まあ、私も喋ってないから人のこと言えないけどね。まあ、私はグレーじゃないからね。まあ、グレーといえばグレーだけど。グレランじゃないけど。入ってないから。てか、騎士がいたら喋ってほしいよな。釣られたら嫌だし。我らは自由で票を見れる方が好きだけどな。私、村だったら基本静かだからね。狩りとかだったら喋ってるけど。あと、狼も静かな時あるな。どうしたんだ、蜂。いや、蜂、何？キーボードバグったか。強人アピールか。いや、強人アピール違うか。もう出てるでしょうな。占いで強人が。たまにね、変な文字列とかガチガチガチってやる人いるでしょう。それ強人アピールの可能性もあるからね。ちょっと意識しといた方がいいよ。本当に、それやってる人いるから。まあ、誰に入れようかな。1に入れる？1に入れとこっか。フライングしてるし。でもフライングしてるってことは村の可能性が高いんだよね。狼がミスすることはないからね。可能性的に。さあでも一応入れとこうね。おい、8番どうした？あ、やっべえ。あとでモザイクをかけとかないといけない。ID が映ったから。忘れないようにしとかないよね。ちゃんと言っとくよ。モザイクかけなさい。よし。私が動画を見直したときに分かるはずだ、これで。ID が出ちゃったけね。ハンゲームの ID。名前は変えることができるけど、ID は変えれないからね。さすがに、動画に残しておくのはちょっと、やばいかなって思うから。名前は1週間に1回変えれるんだよね。1番、奥だよ。怒ってる。なんていう。緊張感なくてごめん。まあみんな緊張感なかったよな。まあ村ならいいんじゃね。あ、でも次釣らないと終わるか。PP になっちゃう。恐ろしい夜がやってきました。誰が噛まれるんだろうな。投票履歴こんな感じ。誰が怪しい？1入れを怪しく見るか。4番と6番？私も1入れだけどね。私も1入れだから言えないけど。あと9番も1入れか。恐ろしい夜が。え？守った。すげえな。今守ったな。昨晩の犠牲者はいませんでした。じゃあ7が本物かな。8が狩りで、7を守ったって可能性もあるよ。まあわかんないけどね。グッチョベー。だから7が本物かな。さあ、どうなる ?9 真っ白になっちゃった。真っ白。俺、しかく、白かよ。9番さん、これは重要だぞ。9番さんの発言でみんな、村の意見だと、そう、やってみんな乗るからね。なんで9さんを占ったの？1入れに狼いるとして思ったんじゃない？ 1 投票からでしょ多分。ね。まあいいや、言っとくのやめるか。私に聞いてないから。私が占いだったら、1入れを占うよ。4、6、9から占うよ。私の場合はね。だって1村だったからね。9占い1だったから助かる。そうか。7番さんこんな感じ。3番が強人なのかな。なんで止まる。なんか静かな村だな。占い理由は、正直こん中から一番目立たん気になる位置やったからの後半から。みんな聞いてるよ占い理由。
狩りの守り聞いたらどっちが偽かわかるけど今日はいいか。ゴー狩りなのかな。わかんないけど。狩り探しはいいや、私村だから。初日囲ってないと新居つかなくねえか。Q は短文発言で伸び合った。UQ の長くなっつかねえ。まあ確かにな。3番さん強人と思われるよ。いや強人の可能性が高いな。強人なんだろうな、3番は。7が本物か。だから7が8番さん白出ししたでしょ。いや8番さんが多分狩りだと思うんだよね。で、それで7守った可能性もあるのかしれない。わかんない。パソコン固まった？大丈夫？私も固まったことあるからね。だから固まってるのかもしれん、パソコンが。4は村に見えてたんだけどな。やっぱ囲いあるのかな、これ。今日はどうする？で、PP だよね。1。急進行でいいんじゃない？これ1,2,3。PP になる。噛まれたら。終わる。6,6。私は、村だよって打っとこう。狩り出てもいいの？ 4 番狩りか？早くないの？ 9 番狩りの。狩り早くないけど、でももう終わるか。群れにいるなら出る。どうなんだろう。あ、4か。狩り4か。5かと思ったわ。5か8かと思ったわ。そうなると。おぉ。あ、サングッチョブ？マジか。強人守ったのか。6、8、黒だ。いや、6は、8から行こう。これ、いや、なんで、4番なんで8からな。対抗の6でしょ。6が強人か、これ。いや、6が人、ミフルフいるから、6が人狼かな。なあ、まあ、9番に。尋ねるか。いや、6は怪しいよ。オッケーオッケー。投票の時間です。じゃあ6に入れるか。ほい。まあ6は4に入れるよな。もっとさ、あの6が本物の狩りだったらさ、もっともう PP になるからさ、必死になるでしょ、村として。でも、必死にならないってことは人狼の可能性が高い。結構無言だったじゃん。なんかびっくりした感じで、4番が出て、6番出た後、なんか、私だーとかいろいろ言ってくれたら信じるけど、村狩りとして。でも、その後、何もあんまり静かだったかな。なんか人狼の可能性がある。ハミングを使った狂人、出てほしかったかも。ん？あ、人狼か。狂人出てほしかったってどういうこと？恐ろしい夜がやってきました。狂人が潜伏してるの？え、どういうこと？どういうこと？まあ、レンガミだろうな。だから3番が噛まれるわ。で、あとグレか。で、7の狂人を釣って。7は狂人なのか？え、何6番さんの遺言がよくわかんない。惑わすダメか。4、え？なんで4番噛まれたんだろう。え、4が3守ったんでしょ、キノグッチョ。なんで3が噛まれないの。え、おかしくないか、噛まれる場所。え、ちょっと撃っとく。あ、本物だよね、カーリー。え、どうしよう。いや、撃たない方がいいのか。5黒か、3番。あ、もう決まったじゃん。終わった。そっちから噛むのか。これどうする？打っとく？いや、打たなくていいよな。なんで、いや、言わん方がいいか。もう5黒で終わりだから。え、なんで 4から噛むのっておかしくないか。普通3連紙だろ。まあ、やめとくか。なんで？え、なになに？ 7 番も5黒。どういうこと？
3番ごめん8白だった。え、どういうこと。あ、標準が誤爆したってことか。だから3と7は新、新占いと狂人ってことか。だから3番が狂人で、守っちゃったってことか。だから噛まなかったのか。うん。で、7噛まない。うん。そういうことかな。で、7守られると思ったから、4噛んだのか。なるほどね。そういうことか。だから3が狂人で、7が本物だから、昨日3でグッジョブだから、次7でグッジョブ出そうだから、4の鍵を噛んだってことか。そういうことかな。うん。5が黒やん、もう。3番が5黒って言ったから、終わりだね。そうだね。3連紙行くべきだったね。いや、だから7が本物だろう。だから、守られると思ったから4番噛んだんじゃないの多分。だから3強人なんでしょ。多分ね。わかんないけどね、どういうことって聞いとこう。7が本物？いや、でも3が本物の可能性もあるんだよね。なんで8白だって、最初から言ってよ、それ。8白って。5黒って言ったじゃん。変えるのおかしいよ、絶対。でもなんで狩りが噛まれたかっていうのもわかんないんだね。だから狩りが噛まれたってことは、あれでしょ？ 7 が守れる。まあね、5を入れるよ、私はもう。7が守られるのを予測して、4、やったんじゃないかな。ゴークルはブラフだよ。そういうのあるのか。うん。ゴ、俺、村。そういうしかないよな。どうなってんだ、これ。何かがおかしいよな、でも。4番さんはこれでしょ。変えたんじゃなくて、8白だったから、相対的にゴークル以外、1がいないのって、三強、五黒、これ見えるんだろ？どう見たってこれは余裕だったな。うん、見える。見える見える。三が強人だと思うんだよね。狩りを噛んだって理由が、多分、三守って、で、今日七守られてグッジョブってなったらやばいと思って狼が四噛んだんじゃない？そう見えるんだよね。で、三が、強人だから、惑わすって感じで。8番、私は5だと思う。どっち、5でいい。9が5でいいって言うなら5でいいか。狂人潜伏見てるから7釣り。いや、でも占い。よし。まあ、9を信じるわ。でも、カキが噛まれたってそういうことだよな。本当なら3連紙でいくよね。3連紙でいかないってことは3が強人だったんだ。わかんないな。何なんだろう、どうなってんだろう、これ。なんかいろいろおかしいぞ。これ、なんだ？え？ 7 が人狼か。恐ろしい夜がやってきた。7が人狼だね。ちょっと待って。あ、そっか。3連紙いかなかったのは3つって、本物の占い師だったら7の狂人からケアで行こうってなって終わるからか。そういうことか。だから7が人狼で、8か9が潜伏狂人か。マジか。やられたな、これ。これどうする？狂人としても出ても狂人死んで終わりだからダメだよな。昨晩の犠牲者は。どっちみち終わるわ。狂人つっても、あ、終わるわ。終わり。終わった。狼上手かったな。中地だけ人狼か。おはよう。嬉しそうだな。9、おはよう。そういうことか。なるほどな。鍵を、なんかおかしいと思って。8番。8か、狂人。なんか、ああ。いや、でも無理無理。狂人って出ても、狂人、釣られたら終わるから。4噛んだのはそういう理由ね。
いや私7が本物で、あの次7を守られると嫌だから4を打ったって感じにしたから、もうカミングアウトって言っても無理だろうな、だから4噛んだってそっちの方に考えちゃったわ。昨日8あれは嘘言っちゃあかんと思う。うん、ん？昨日8あれは？ん？どういうこと？生き残れてよかった。うん。村申し訳ない。マジかー。村かたより一番結果かたりが重いって、それ一番だと思う。3の結果？どういうこと？もはや何も言うまい。あー、6の巨人に出て欲しかったってそういうことか。ちょっと今なんか6の遺言なんかなかったっけ、うん、あー7は強人って思ってたのにな。あー水ってな、先入観はダメだね。ロケットで出てきたから結果語ったら偽っぽくなるからなと思うね。あーまさか人狼だったか。あーでも8白出たから黒って思ったんか。ああ。6番さん、これ、見て。ね、うん。今になってね、思うよね。6のね、遺言のね、意味だね。わかったわ。理解した。強人出てほしいって、そういうことだったんだな。ああ。なるほどな。これ見て、髪が遅かった。強人出て欲しかったかも。6のはビビった。ああ、マジだな。最初の、正直、強やアピ。あ、だよね。最初のなんか、このキーボードがおかしいってなったの、強アピだったよね。そう、忘れてたわ。私、強人かなって思ったんだよね、一瞬。はあ、無理だな、これ。もう時短でいくか。時短で9入れるか。しゃあねえ、これは。これ投稿する？まあしょうがないよな。時短してくれ、俺でいい。うん、ずるわ。うん、ずろ。いやー、まさか負けちゃった。いや、これなんかいろいろ、もう視聴者の人からブーイングがめっちゃ来そうだわ。怖いわ。下手くそ、著名下手くそーとか言われそうだわ。まあいいや、でもしょうがないわ。こういう日もあるよ。すべてがすべてうまくいくわけではないよ。私噛まれるんだろうな。ああ。マジか。噛まれちゃった、やっぱり。うん。恐ろしい夜が明け。でも私最近最後まで残ることって多くないか。うん、いや気のせいか、ちょっと深く考えすぎちゃったな。レンガミ来なかったのとかね、なんかそっち噛んだ理由とか、なんかいろいろ深く考えすぎちゃって逆にやられちゃった感じだな。素直に言っとけばよかったな、そっち噛むのかって最初の疑問に。まあ3が最初黒って言ったからちょっとオスです、あの黒って言ったからさ、その占いに人狼がいるっていう方ちょっと見るの忘れちゃった。6はその前にも店分かってるけど、5番さん、ああだから狩りを噛んだんだよな、本当に狩り占い噛んでたら終わるからね。人狼は地味にこれが長い、長いね。村を5に導いた責任はある。てか相方がちょっとネタバレしてたから怖かった。
確かにネタバレだったね。ちょっと私も今後意識しよう、それを。だね。狂人出て欲しかったか。なるほど。でも普通はありえないと思うけどね。7。うん、そう、いろいろ言われたからその進行に、言うなよ。後になって俺らは分かったけど。本当に申し訳なすみ。キワさん、まあこれはしょうがないよ。諦めてないんだし、自分。まあ、7番に入れとこうね。7番さんが上手かった。っていうか、7番さん本物に見えちゃった。後半とか。相方諦めても、僕諦めてないから。7番さん、めっちゃかっこいい。イケメンだ。かっこいいな。3噛まれてるの忘れてない？こんな作で殺人と言い声だと思った。まあ、確かにそれもあるよね。じゃあ、今回は終わりです。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。ありがとう。